今日はお知らせも込みで韓国式クロワッサンを食べたいと思います。この韓国式クロワッサンってお店でいっぱいいろんなところで売ってるから、今回はお店紹介じゃなく、もう韓国式クロワッサンというものを紹介していきます。で、飲み物は今回いつも飲んでるボソンモン茶のアイスティー、マスカット味で、今回用意したの、これまあ以前にも食べたことがあるクロワッサンなんですけど、まあまさに韓国式クロワッサンがこちらで、もうとにかく1個がでっかい。で、なんかこう見た目もまずインスタ映えなのと、中にクリームがパンパン。これが特徴ですね。で、なんで今日は韓国式クロワッサンかというと、なんと私が普段お世話になってる会社さんからのご紹介つながりで、そういった韓国式クロワッサンに似たものを売ってますよってお店さんとつないでくださって、なんとそこからね、私とクロワッサン専門ベーカリーさんとのコラボ商品を、冷凍としてね、出させていただくことにもなりました。しかもコラボ商品なんで、普段そのお店では売ってないオリジナル商品もいくつかあります。しかもね、冷凍って聞いて私、あ、冷凍だったら質落ちちゃうなって思って、もうすごい半信半疑で冷凍を1時間半常温解凍で食べてみたところ、なんと美味しさほぼ変わらない。まあ、マジで美味しいので、ちょっと一旦ね、韓国式クロワッサンを食べながらその紹介も引くしていきたいと思います。ちなみに今回徳島夢タウンさんのイベントを私出演させていただくんですけど、そのイベント期間中10日間私の商品販売します、その冷凍クロワッサンで。そこでしか販売しないので、もう本当にそこで10日間限定の販売です。ということで、もう食べます。まずこれ定番の中にパンパンにクリームが入ったクロワッサンからいこうか。上になんかバターみたいななんかが乗ってます。切ります。うわー、これこれこれ、中にパンパンのクリーム、これ多分カスタードクリームかなんかかな。めっちゃ美味しそうです。外もサクサクです。いただきます。うん、カスタード、うん、まっ。もう幸せ。おいしい。外サクッと中がねしっとり、生地もおいしい。しかもカスタードクリームが甘めでめちゃくちゃおいしい。あふれ出るカスタード、最高、すごい美味しい。うん、マスカットティー美味しい。あ、わわ、実はこの段階で4月6日からだから、イベントまで結構時間攻めっとるんですけど、まだね、売るクロワッサンの種類を紹介できない、まだ決まってないんですよ。いや、安定度はいくつかもう決定したなんですけど、あと数種類がねちょっと迷ってて、結構ギリで決まると思うので、またねそっちは SNS で報告させていただくんですけど、楽しみにしててください。はい、ということで、こちらそぼろです。そぼろパン、韓国でならではですね。上にザクザクの甘いのがの、こっちは中多分何も入ってない。うん、上がザクザク、甘いメロンパン生地みたいな。ほんとボロボロってる。うーん、そぼろのクロワッサンって初めて食べたかも。うーん、うまい。中しっとり。美味しすぎて言葉が出ない、どうしよう。
やばい。もうね、昨日の夜から今日はもうクロワッサン紹介で韓国式クロワッサン食べれると思ってもうワクワクしてた。めちゃくちゃ美味しいです。ちょマジで早くお届けしたい韓国式クロワッサン。あ、もうこれも見て、あんバター。あんバターです。結構韓国だと定番です。今回多分あんバターはね、イベントの時にも販売すると思います。いきますよ。うまっ。めっちゃあんバター神だわ。もうあんこが大量すぎる。でね、バターが溶け込むとろり。もうバターが溶けかけてる、とろって。おいしい。おいしい。やばい。どうしよう。これいこうか。これちょっとすごいんだよ。マンゴークリームヨーグルト。これなんかね、私食べたことない。ヨーグルトクリームなのかな？韓国ならではですよ。このボリューム感。マンゴー。うまっ。しかもヨーグルトクリーム、ヨーグルトの酸味が。めっちゃ美味しい。見て、この分厚すぎて口が開ききらない。贅沢な悩み、口入らない。ほんとやばい。いつものことだけど、めっちゃ豪快モッパンになりすぎてる今日は。クリームがすごすぎて。ヨーグルトクリームすごい合う。やっぱさ、果物系が入るとヨーグルトクリーム合うね。甘々じゃなくて酸味がちょっと入るの美味しいです。どうしよう。ちょっとこれチョコ、これね、中にねクリームが入ってるらしい。はっきりよく分かってないけど、上もチョコすごいし。あ、白いクリーム入ってるんだ。あー、美味しそう。ほらほら、だから特徴ですよ、韓国式の。クリームパンパンです。うん、うん、気持ち気持ち。これすごいな。もうなんかクリームがトロトロクリームだった。うん、じゃあめっちゃトロって出てきた。おいしい。うん。やばいや。ちょっとうん、でもおいしい。やばい、生クリームとチョコの組み合わせ間違いないね。なんかちびもちさんがめっちゃ増えすぎてんだけど、モニター映ってる。なんか私がさ、ダイソーでさ、リコーダー見つけて、リコーダー買ったんですよ。あれをさ、めちゃくちゃピーピー吹くんですよ。ずーっとひたすら無限リピート。昨日ね、ずーっと吹き続けてて飽きてたから、あ、もう吹かないのかなと思ってたら、今なんかこのタイミングで発見してまた吹き始めてる。
やばい、でもチョコ美味しかった。じゃあこちら、こういうパンもよく売ってるんですよ。この目をつけて顔にしたやつ、めっちゃ可愛いよね。安定に生クリームとクロワッサンで間違いない美味しさ。これ食べ終わったら最後に私の発売する商品の紹介をさせていただくので少々お待ちください。はい、チョコバナナです。すごい、これが一番重いんだよ。あんこの入ったあんバターより重いから。これね、1本丸々バナナ乗ってます、入ってます。ヌテラチョコめっちゃ濃い。もうヌテラチョコとバナナの組み合わせは神だからね。クリームもすごい、生クリーム。ナッツが入ってるの、ナッツ。バナナも美味しい。大変なことになっております。マジでめちゃくちゃ美味しかった。この見た目だけじゃない、ボリュームと味の繊細さ、大好きです。はい、まあよかったね。今回私が有名なベーカリーさんとコラボして、あ、そう、ベーカリーさんを言ってなかったわ。大阪に数店舗、店舗を構える、すごく人気店のクロワッサンベーカリーのお店、安藤さんっていうところ。そちらさんと今回コラボさせていただいて、徳島夢タウンの缶ビニ企画の10日間限定販売です。もちろんお店に行くと普段の通常メニューは食べれるんですけど、今回は私とコラボということで、今のところ予定で5種類ほど、用意しようかなと。で、その中で、まあ安藤さんの定番のものが、まあ2種類かぐらい入ってきて、で残りをね、私のアイディアとともに完成させたオリジナル商品だから、安藤さんにとこ行っても食べれない、今回だけしか買えない商品を、作って販売しようかなと思っております。で、まあ冷凍なんでね、まあ1時間半の常温解凍で美味しくいただける冷凍のクロワッサンっていうのを今回販売します。冷凍で常温解凍でこんな美味しいのって思うぐらいのレベルなので、ぜひね味わってほしいです。はい、まあよかったらイベントも見つつ、そちらも買ってもらえたら嬉しいです。他にもとぎもちの商品いろいろっても今私着てるんですけど、ほら、とぎもち T シャツ、これもね、このデザインはネットでも販売してない10日間その徳島夢タウンさんでの限定商品となってます。で、数量限られてるので早めに行って購入してほしいです。ゲットしてみてください。それで一緒にエコバッグとかも売るのでね、エコバッグの方もチェックしてみてください。他にもいろいろととぎもち商品販売なので、プリンクルパウダーとか、こちらも私のイプスリブランドでオリジナルで作らせていただきました。マジでこれは万能語なんだから、これもゲットしてほしいし、他にもいろいろです。紹介動画の方を見てみてください。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。